1988年ソウルオリンピックのサッカー競技は9月17日から10月1日まで開催された。ソビエト連邦が金メダルを獲得した。試合は今年6つのスタジアムで実施された。開始時刻はすべて韓国夏時間各組上位に各国が準々決勝に進出できる。グループ A 中国 V 西ドイツスウェーデン V チュニジア。 チュニジア V 西ドイツスウェーデン V 中国。チュニジア V 中国スウェーデン V 西ドイツグループ B。イタリア V グアテマラザンビア V イラクザンビア V イタリア。イラク V グアテマラザンビア V グアテマライラク V イタリア。グループ C 韓国 V ソビエト連邦アメリカ合衆国。V アルゼンチン韓国 V アメリカ。合衆国ソビエト連邦 V アルゼンチン韓国。V アルゼンチンソビエト連邦 V アメリカ。 合衆国グループ D オーストラリア V ユーゴスラビアブラジル V ナイジェリアユーゴスラビア V ナイジェリアオーストラリア V ブラジルユーゴスラビア V ブラジルオーストラリア V ナイジェリア準々決勝ザンビア V 西ドイツソビエト連邦 V オーストラリアスウェーデン V イタリアブラジル V アルゼンチン準決勝イタリア V ソビエト連邦西ドイツ V ブラジル三位決定戦イタリア V 西ドイツ決勝ソビエト連邦 V ブラジル ありがとうございます。